こんばんは、岩本大輝です。今回の月刊 JFATV は今月16日に開幕し、今年で100回の記念大会を迎えた天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権大会の歴史を元鹿島アントラーズの奈良橋明さんと振り返るとともに、今大会の展望などを語っていきたいと思います。今年で記念すべき第100回大会を迎える天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権大会。新型コロナウイルスの影響により、今大会はレギュレーションを変更して開催となった。大会はノックアウト方式で、各都道府県代表の47チームとアマチュアシードのホンダ FC により、地域ごとに分けられている3回戦までを戦い、勝ち残ったチームで再び抽選を行い、4回戦以降の組み合わせが決定。準々決勝から J2、J3 リーグの各1チームが、準決勝からは J1 の2チームが出場。そして来年の1月1日に決勝戦が行われ、日本一のチームが決定する。前回大会の決勝は新しい国立競技場で最初のスポーツ公式戦として開催された。初の決勝に進出したヴィッセル神戸が鹿島アントラーズに2対0と完勝し、クラブ史上初のタイトルを獲得した。そして今月16日に第100回天皇杯の1回戦が行われた。まずは神奈川県代表桐蔭横浜大学と山梨県代表山梨学院大学ペガサスの大学勢対決。この試合、桐蔭横浜の攻撃が爆発。7分、寺沼選手のゴールで幸先よく先制すると、71分にはコーナーキックから遠藤選手。1点差に詰め寄られたが、86分には山田選手。これで再び2点差。後半アディショナルタイムにはコーナーキックから、今度は中野選手。その後失点したものの、桐蔭横浜が4得点を挙げ快勝。大学対決を制し2回戦進出を決めた。続いて東京都代表東京武蔵野シティ FC に対し、栃木県代表栃木シティ FC が3点差と大量リードで試合は終盤へ。ここから武蔵野シティが猛反撃。88分、田口選手のゴールで1点を返すと、後半アディショナルタイム1分、ワンツーから石原選手が決めて1点差。武蔵野シティの勢いはまだまだ止まらない。その3分後、圧巻のパスワークを披露する。最後は再び田口選手、土壇場で同点に追いつく。延長では両者譲らず PK 戦へ。4対4で迎えた栃木シティ6人目がゴールを外すと、武蔵野シティはきっちりと決め、0対3からの大逆転で2回戦進出を決めた。そして2回戦では、その東京武蔵野シティ FC や筑波大学、アマチュアシードのホンダ FC などが勝利し3回戦進出。その他、接戦を制したチームが多い中、FC 徳島と鹿屋体育大学はゴールラッシュを見せ3回戦進出を決めている。奈良さん、今回の100回大会が、はい、まあ今年いろんなことがイレギュラーなわけですけども、うんうん、
まあいろんなこう、そうですね、はい、おそらくいろんなこう策を練った中で、まあ、なんとかやめる方向でってところで、はい、まあ、ベスト8まで J リーグのチームが出てこないんですよね、うん、この、はいはい、今回のイレギュラーの大会にはどのに今見てます？そうですね、まあ、本当に、まあ、特殊な、ね、レギュレーションっていうところじゃないですか、うん、まあ、そういう意味においてこうなんていうんですか、うん、そのなんていうか J 以外のチームになんかこうチャンスがなんかすごく出てきたんじゃないかなっていうふうにはなんか思いますけどね、うん、この天皇杯でこう、まあ、いわきなんかもそうですね、最近だと、はいはい、なんかこう天皇杯で注目されてっていうところでまた J リーグに行く機運をこう高めていくみたいなところって、うん、ここ最近の一つの傾向で、今回なんかまさにその辺がこう、うん、注目されるようなあの大会になるかなって気がするんですけど、うん、まあ、そうですね、そういったチームがこうなんていうんですか、旋風というか、うん、でそこでやっぱり結果を出すことによってなんか自信もクラブとしての自信もつくし、うん、例えば大学勢、ね、岩松さんもそうですけどその大学のチームがやっぱりこう天皇杯のこうなんこう注目どころじゃないこうジャイアントキリングっていうのは、はい、でそれは本当にこの天皇杯の本当一つのこう見どころにはなってるかなと僕は思いますね。天皇杯の見どころの一つ、ジャイアントキリング。昨年の天皇杯では法政大学が2回戦で J2 の東京ヴェルディを2対0で破り、続く3回戦でも J1 のガンバ大阪を下し旋風を巻き起こした。 J クラブがもう大学生って結構嫌ですよね、はい、山本さん一言言っていいですか？はい、嫌ですねえ、もうだやりにくいですもん、うん、よく走るし、よく走ると最初から、まあ、大学生って、うん、なんならやっぱりこう失うものはねこうありきたりですけどないじゃないですか、うん、だからやっぱもう前半からもうどんどんこう飛ばしてきますし、うん、だから本当ある意味ではすごく一番じゃないですか、その J のチームよりやりにくいと思います、 J のチームは。確かにこう最近も法政が活躍したり、まあ、明治が活躍したりとか、はい、まあ、筑波もありましたけども、うん、今年も次に東院横浜と筑波が対戦しますけども、ね、ここの勝った方は結構旋風巻き起こしそうな気が個人的にしてるんですよ。そうですね、だからね、両チームとも実力はあるチームですし、はい、でそういったそういった中で本当に、まあ、クラブチームだけじゃなくて、うん、本当こう新しい風を僕はなんかこう吹いてもらいたいなというふうには思いますけどね、うん、ちょっと格下の相手と対戦するときに、うん、よくあるのが選手のプロ選手の J1 の選手の心理として、うん、ちょっとこう見てるお客さんもそうだしクラブの人もいるから、やっぱそこに対して格下相手にちゃんとこうレベルの差を見せつけなきゃいけないみたいなところがちょっとこうなんかプレーをして緊張さをなんかこう生んでしまうのかなっていう風な気がしていて、だからちょっとこうかっこいいパスを通したいとか、はい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 、あります、それはあります、かっこいいパス通したいとか、なんか変に蹴るプレーをちょっとやめようかなとか、こう綺麗なサッカーでね、そうね、そういうのは間違いなくあるでしょう、うんうん、そこは逆に自分たちで招いてる難しさかなと思ったりしたんですけど、うん、プライドがね、そうプライドがそのサッカーを難しくしてるでしょう、うんうんうん、そうするとまあ今回もいろんなクラブが在籍目指してベスト8からしていくと思いますけど、うん、そういう時に大事なの奈良ちゃんな、やっぱりその勢いとかですか、思い切っていくとか。そうですね、だから勢いっていうのもまあ一つやっぱあると思いますけど、うん、あとやっぱりこうなんていうんですか、こう見られてる、ああ、うん、やっぱりこう誰がどこで見てるか分からないし、ああ、このやっぱりこう学生もそうだけど、うん、やっぱそのクラブチームもやっぱそのステップアップをするにあたって、はい、やっぱりそこでこの天皇杯でやっぱりしっかり結果を出す、自分の特徴を出してしっかりなんかアピールするっていうのは、うんうん、この大会の本当にこう一つの強みなんじゃないかなと思いますけどね、うんうん、確かに僕も先ほどあの出た鹿島戦、東京学芸大学で対戦した試合で、あとでスカウトに聞きましたけど、その試合を見て僕は最終試験だったと、そこで決めたっておっしゃって、聞いたんですよ、うん、やっぱそういう場所ではありますよね。もうだって岩松さんはね、だって僕がほらね、岩松さんと
柳沢さんとねそこでほらもうね、あもう会ったら言いますけどね、岩松さんにバチバチやってたじゃないですか。うん、ありました、ね、それもやっぱりね、岩松さんのとモチベーションというか、うん、だと思います。でそれだって2人がバチバチやってるとか、僕がちょっと止めに入った時もありましたからね一回ありましたね、はい、はい、そうやっぱり僕はすごく記憶にありますし、へえ、だからそこでね、何年後かに岩松さんがね、うん、鹿島に来たっていうのはやっぱりあの試合が、うん、なんかきっかけだったんじゃないかなと思いますけどね。ね、うん、そうなんですよ、うん、その柳沢さんと今 S 級一緒に受けてるわけですから面白いもんですけどね。なんかすごいね、な縁というかね、はい、すごく、うん、なんか不思議な感じはものすごくありますけどね。1ヶ月のサッカーニュースを振り返る JFA マンスリーリポート9月編。8月22日と23日にサッカー日本代表夏休み特別オンライン授業が行われた。日本代表を応援してくれている企業の皆様と共に、体や社会の仕組み、サッカーに関わる仕事について学べるもので、日本全国や海外からもたくさんの小中学生が参加。授業にはサプライズゲストも登場した。いろんな方と一緒にこう力、あの気持ちを合わせて日本代表の戦い方ができてるなっていうのを皆さんに、今日分かってもらえたら嬉しいなと思います。初日には自宅でもできるストレッチや体幹トレーニングを元日本代表播戸竜二さんと共に体験。2日目には分析して伝えることが仕事のアナリストについて元日本代表福西崇史さんと共に学び、夏休みの子どもたちにとってとても貴重な時間となった。そして8月30日福島 J ビレッジで U17 日本女子代表候補がおよそ半年ぶりに活動再開。9月4日までトレーニングキャンプを行った。来年2月に延期されたFIFA U17 女子ワールドカップインド2020優勝を目標に掲げ、選手たちはピッチ上で切磋琢磨していた。9月5日高円宮杯 JFA U18 サッカープレミアリーグ2020関東が開幕。新型コロナウイルスの影響で今シーズンは地域単位でのリーグ戦を編成することとなった。今シーズンからプレミアリーグに昇格した FC 東京 U18 は開幕戦、梅原選手の PK で勝利を収めると、第2節大宮アルディージャ U18 戦では前半30分に青木選手のゴールで先制。その9分後には隅選手のロングシュートが決まり2対0で快勝。唯一の開幕連勝を飾り首位に立った。その他プレミアリーグ初挑戦の横浜 FC ユースが2位、3位には流通経済大学附属柏高校がつけている。9月5日 JFA リスペクトフェアプレーデイズ2020が開始され、初日にはオンラインでシンポジウムを開催。 JFA 田島幸三会長と JFA リスペクトフェアプレー委員会の委員でもある日本ユニセフ協会の高橋愛子さんが基調講演を行った。来年私たちは100周年を迎えます。100年間にわたり日本のサッカーを発展してきた方々にまさにリスペクトの気持ちを持ち感謝したいと思います。そして私たちは次の100年につながる未来をリスペクトしなければいけません。子どもたちにしっかりとサッカー、スポーツの楽しさを伝え、次の世代に我々は伝えていく責任があるというふうに思っています。サッカーというのは本当に世界中で子どもたちが取り組んでいるスポーツなんですね。リスペクト、大切に思うこと、子どもたちを大切に思って、指導者の方を大切に思って、お互いを大切に思う、そういったことがですねサッカー界から広がっていけば、スポーツ界全体やまた社会全体にも広がっていくものだと思っております。高円宮記念JFA 夢フィールドに JFA の名誉総裁であられた高円宮典仁親王の
日本サッカーへの思いを継承し、そのご功績を後世に伝えるため高円宮典仁親王像を建立。9月10日高円宮妃殿下ご臨席のもと除幕式を執り行った。日本代表選手や未来の日本代表指導者審判員らを常に高円宮殿下に見守られながら東京湾を一望するこの雄大なフィールドで研鑽し世界のトップを目指していきたいと考えております。夢フィールドが世界屈指のトレーニングセンターとして機能しここから多くの優秀な人材を送り出していくことを改めて殿下にお誓い申し上げます。9月13日から福島 J ビレッジで U20 日本女子代表候補がトレーニングキャンプを行った。応援されるチームになることを目標の一つに掲げ、来年コスタリカとパナマで開催予定の FIFA U20 女子ワールドカップに出場する。9月14日には JFA 夢フィールドで U19 日本代表候補がトレーニングキャンプに入った。先日現役を引退した内田篤人をロールモデルコーチとして迎え入れ、選手たちに見本となる軽快なプレーを見せた。 AFC U19 選手権ウズベキスタン2020の延期が決まったことを前向きに捉え、連携を高めていく。9月14日から5日間の集中開催で13名の選ばれた女性指導者を対象にアソシエイトプロコーチ養成講習会が行われた。開催に先立ち JFA 女子委員会今井純子委員長は、女子サッカー界、そして女子サッカーだけじゃなくて日本サッカー全体だったり女性のスポーツだったりさっき言ったように日本の社会だったりに大きな変化を与える契機にしたい、もう劇的に女子サッカー変えたいなっていうふうに思っています。なので、それを、一緒にそれを中心になって取り組む仲間だと思っているので、ぜひ頑張っていきましょう。来年5月までの9ヶ月間このコースを終了し A プロライセンスを保有した指導者は、来年秋に開幕予定の女子プロサッカーリーグ WE リーグで監督として指揮を執ることが可能になる。9月16日フットサル日本代表候補が F リーグのバルドラール浦安とトレーニングマッチを行った。代表は実に7ヶ月ぶりの対外試合で浦安に2点のリードを許す苦しい展開。1点を返したものの敗れたフットサル日本代表。12月に迫る AFC フットサル選手権クウェート2020に向けて、ワールドカップがかかっていて負けられない戦いがあるので、今日のこの敗戦を糧にして、アジアで同じ失敗をしないように、また一から頑張っていきたいなと思います。今これ始まりましたけども、うん、今のチームの状態と12月の状態ってまた違うじゃないですか。全然違いますと。だってコンディションもほら、ね、怪我を持ってる選手もいるかもしれないし、うん、そういった中でやっぱり特に J のチームは、はい、もうスケジュールが、ね、すごくこう詰まってる。特にこう以前の天皇杯は12月にねすごくゲームがほら、続いてたんで、はい、そういった中でやっぱ難しさっていうのはすごくあったんじゃないかなと。そうですよ、うん、思いますけどね。もう2007年に初めて天皇杯取りましたけど、その時はもう2007年のリーグ優勝で9連勝でガガーっといって、そのまんま天皇杯も連勝連勝で終わったみたいな感じで、あんまりこう、うん、途切れる感覚がなくてそのままの勢いでいっちゃったって感じだったので、うん、だから天皇杯って当時は特にそういうところが、だからほら2000年の時もそう、そのレモン本当にこう、もう勢いというか、うん、でも逆に特に決勝がエスパルスだったんですよ、はい、もう絶対エスパルスはなんか他のその J のチームを代表して絶対三冠はやらせないっていう、うん、それはそう、こういうなんかこう何ですかモチベーション、うん、そういうなんか気負いというかそこはすごく感じましたね、うん、ああ。それはあったでしょうね。ありました、ありました。3つ目ですからね。絶対やらせないっていう。
なんかそういうのは感じましたね。うん、うん、だからこう今年の大会も結局今 J リーグだと川崎が非常に調子よくて、はい、今年は J1 も2チームしか出られませんから、はい、まあ、川崎がまあ1位か2位入るかまあ分かりませんけどね。これはあの今の調子でいくと川崎すごい好天皇杯取りそうだなってイメージありますけど、うん、12月にどういう状態かってなると J リーグの最後にガーッとこう上がってきたチームがそのままの勢いで天皇杯って挑むと、うんうん、こう天皇杯の優勝もすごく近いのかなっていう気がする大会によりなりますよね、イレイレイの関係で。だから本当にそのなんていうんですか、その時の力がすごく大事だし、うん、だ本当こう名前で勝てる、うん、なんか大会じゃないなっていうのは、うん、特に天皇杯は、うん、こういろんなことがプラスに作用してやっぱり優勝をなんか掴み取る本当こう価値のある大会なんじゃないかなと思いますけどね。あとはその前に準々決勝から J2 と J3 から1チームと、はいはいはい、これもなんかまた面白いんですけど、うん、つまり優勝チームが出てくるわけですよね、はいはい、優勝した勢いのまま挑んでくる J2、J3 のクラブもこれ今年に限っては、まあ、決勝進出なり優勝なりってことも可能性としてはありますよね。これそうだから本当になんて過去の大会というかこう変則なレギュレーションだから、はい、だからより本当にもう自分たちにもチャンスがあるという、うん、そういうモチベーションはものすごくその J2、J3 だけじゃなくて、はい、やっぱその大学生とか、ね、クラブチームとかにも、うん、やっぱこうチャンスはこの大会は非常に高いんじゃないかなと。確かにな思いますけど、だそういうなんか、うん、なんか見方というかね、うんうん、そういうのも一つ見どころなんじゃないかなと、うん、この特に100回大会はね、100回大会ですからね、100回ですからね、記念ですからそうですよね、うん、記念の大会なんで、なんか僕はなんか、うん、どっかのチームに僕は旋風を巻き起こしてほしい、特にその新しいチーム、おー、うん、やっぱそういうなんかこうね、そういうチームに旋風をなんか巻き起こしてほしいなと、うんうん、すごく思いますけどね。うん、荒井さん、今大会でこうどういうところにこの、注目して見ていきたいと今思ってます？なんかこうこんなチームにこんな選手がいるなっていう、うん、なんかそういう、うん、選手目線、うんうん、だそういう目線で見るのもやっぱり一つこの天皇杯の面白みだと思いますし、うん、だその選手が 2,3 年後もしかしたら、はい、その J のチーム入ってる可能性もあるし、うん、でそういったなんかこう見方っていうのは特にこの100回大会はできるんじゃないかなと、うん、なんか思いますけどね、うん、少しカテゴリーが下がるチーム同士の対戦が、はい、まあ、実際に全国で放送されるわけですよね、はいはい、まあ、ここにもぜひこうなんか皆さん注目してもらいたいっていうか、こう日本のこれまで大体皆さんテレビで見るのは J1、J2 ばっかりだと思うんですけど、はいはいはい、そうじゃないところにもこれ今回はこう届いていく、うん、少し下のカテゴリーではありますけど、こういうクラブがあるんだとか、こういうサッカーをしてるクラブがあるんだっていうところに、うん、すごくこう楽しみが見られる大会になるかなという気がしますよね。そうですね、だから本当に、うん、まあ、トーナメント一発勝負ですけど、うん、そのチームの色っていうのを僕は、うん、なんかすごく出してほしい、うん、だからこのチームはこういうサッカーだよとか、うん、でそれでやっぱりその見る方もなんかこのチーム面白かったよねっていう、そういうこうプラス作用に働くと思うので、あ、うん、まあ、その勝ち負けっていうのも大事ですけど、うん、だから自分たちのカラーをなんか思う存分僕は出してほしいなと。確かにそのサッカークラブを追うのって結構ストーリーっていうか歴史を追うのが楽しいじゃないですか、はい、だんだんサッカーのことみんな分かってくると、はい、そうするとこう今まだカテゴリーが下なんだけど、うん、2,3 年後に J3 なとかに入ってくるクラブは多分結構いて、はい、そういうところが今回今出てきてる全国に出てきてるわけですけども、こういうクラブの今を見ておいて目指してるスタイルを見ておいて、うん、はい、2,3 年後に実際上がってきたところに あのクラブこういう風になったんだみたいなところを、うん、こうまあずっと追わなくてもなんかこう知っていくって日本サッカーのこうまた新しい楽しみになっていくのかなっていう気がしますね、うんうん、本当こうその発見だと思いますし、うん、あとはその 2,3 年後だあれあのチーム攻撃的だったのにえ何守備的になっちゃったのとか、そう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 、ね、そういうもしかしたらそうそうカラー変わってるかもしれないから、うん、なんかそういう本当にこう見方
別にこう年々ね、こう追わなくてもいいので、はい、うん、だそういうところでも、うん、なんかそういう、まあ、クラブチームとか、うん、大学チームっていうのを、まあ、せっかくなんで、なんか追ってってほしい、見てってほしいなと、なんかすごく思いますけどね。うんうん、ちょっとこう、な神秘的な空気があるっていうか、うんうん、天皇杯がまた今年は、なんか振り返ったときに思い出深い大会になるそうか。そう。だから本当にね、100回という記念大会ですし、はい、振り返った時に、ああ、あんなチーム、旋風巻き起こしたよねとか、うんうん、そんなこう記憶に残るような、うん、僕はチームが、うん、出てきてほしいなと、まあ、強く思います、うん。はい、楽しみにしましょう。はい、今日、七瀬さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。楽しかったです。